最新の Azure 更新情報をお届けします。マイクロソフトデイボックスは、開発チームのカスタマイズをサポートし、デイボックスのセットアップを簡素化するための新しい機能を導入しています。これらの新機能は、開発者の生産性と満足度を向上させることに焦点を当てており、現在パブリックプレビューで提供されています。まず、デイボックスの制限機能では、プロジェクトごとに開発者が作成できるデイボックスの数を制限することで、コスト管理とリソースの効率的な利用をサポートします。次に、マイクロソフト、ホステドネットワークスでは、ネットワークのセットアップを簡素化し、仮想ネットワークの作成、構成、セキュリティの設定が不要になります。また、クイッククリエイトテンプレートでは、初期の管理者設定からデイボックスの展開までの完全なステップバイステップガイドを提供します。さらに、デイボックス、コンバチブルドッカーデスクトップイメージズでは、ビジュアルスタジオとドッカーデスクトップでコンテナをビルドするために必要なすべての設定が済んだ、プリコンフィギュアされたイメージを利用することができます。マイクロソフトデイボックスについては、Ignite 2023のブログを読んで詳細をご覧ください。今回は以上です。チャンネル登録してくださいね。